はい、関口太郎です。こんにちは。今日はですね、立川に、車検、ハイエースの車検取りに来てます。もともと5月かな6月ぐらいの車検だったんですけど、何年か前からか前倒ししてちょうどシーズンオフに取れるように、2月3月ですねに車検取れるようにしてます。シーズン中だと結構スケジュール的に厄介な時も多いので、はい、そんな感じで、車検取りに来てるというか、車検立川に来てある人に車検を通してもらってるような感じですね。はい、そんな感じで、こんな感じでーす。はい、行ってきまーす。俺も最近 YouTube マジで上げてるよ。ああ、そうだ。はい、ということで、今日は車検ありがとうございます。ありがとうございます。いつも車検をしていただいてる、なんて言っちゃっていいの？大丈夫だよ。笹原さんです、はい、オートサービスタガ、はい、お車でお困りの人は、これ映ってんのかな、どうなんだろうね。これでもあれなんじゃない、平気なんじゃない。こうだ、こう、この方がかっこいい、ね、そう、最近全然 YouTube 上げてないからやんなくちゃな。あ、なんかやってたじゃん、何トネの人なんかと、あ、ザなんかトークショーみたいな。そう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 、ね、今度じゃあ車検について、車検場トークわかりました。ぜひ、はい、いつもありがとうございます。いい、今年はスゴ、はい、一応スゴは ST 線、あ、わかりました、スポットで挑戦する予定です。はい、お車でお困りの方はオートサービス高まで。つくばに行くと大体いますかね。つくば大体いるね、はい、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。無事に車検が取れました。